リパニの戦いまたは、チェスキーブロとの戦いは、1434年5月30日に、プラハの 40km 東の立派にで発生した戦い。フス戦争を実質的に終わらせた。ボヘミア同盟カトリックが、大プロコップ率いる過激派フス派を破った。過激派は、戦術的に有利な丘の上にワゴンブルクを布陣し、両軍はしばらく睨み合った。 ウトラキストが交渉による平和的解決を試みたが、三日間の交渉は決裂した。同盟は進軍したが、大砲の射程内には入らず撤退した。過激派はワゴンブルクを解除して追撃したが、この撤退は過激派をワゴンブルクから引きずり出すための罠で、同盟の射撃にさらされた。同時に過激派陣地近くに隠れていた同盟軍の重機兵が開いた。 ワゴンブルクに侵入した。過激派は短時間で崩壊し、シロッツ隊長のチャペクは部下と共に近くのコリーンに撤退した。戦闘は軽装備の過激派への虐殺となり、大プロコプトコプロコプは戦死した。ロハアチは捕虜となり、除名を約束されて投降した700人の一般兵は騙され、焼き殺された。 ターボル派ははっきりと弱体化し、シロッチに至っては、軍団ですらなくなった。1436年7月5日、イフラバでバーゼルの制約が結ばれ、フス派の生産方式が認められ、翌年には、異端認定が解除された。8月、ジギスムントは、全主要勢力に認められて、ボヘミア王となった。ロハアチ率いるターボル派残党は、 クトナーホラ近郊のシオン城に牢城したが、ジギスムント軍に破られ、捕らえられた。1437年9月9日、ロハアチは、プラハで、公主刑に処された。彼は最後までジギスムント王と認めなかった。ありがとうございます。